直前に3時間ぐらい本読んだだけで。先生の中で印象に残ってるってことあるんですか？あんま外学の日本経済史の付近がないんですから。そんなもん受験生動かせんなきゃ自分の頭に考えないと出ないんですよね。あ、そうね。それが戦略なんです。まあ、起きますよ。変えてる。違うかな。ので始まりました、もちちゃんです。さあ、今回もたけちゃんにおいでいただきました。よろしくお願いします。まあ、たけちゃんに今回はですね、今まで使った参考書ちょっと聞きたいと思うんですけど、まあいろいろやりましたよね。はい、まあやりましたね。はい、じゃあどんなの使ったのかちょっと教えてください。まあ主要教科英語数学教科学校、はい、まあ、国技参考書というよりは予備校、まあ河合塾のテキスト校が中心にあって、はいはい、あ、はいはいはい、国技数学学科といえば数学学科がもう一応動きは、うん、テキスト校3週ぐらいしか、やっかがもう成績はかなり安定しかない、はい、おー、なるほどなるほど。じゃあ予備校のテキストでやった感じですね、はい、まあ英語もそれで中心にありましたね、うん、あとは鉄壁効果、うん、あー鉄壁、はい、これまあ鉄板ですね、鉄壁じゃないけど、はい、はい、鉄壁、はい。じゃあ単語帳は鉄壁で、まあ、違いますかね。まあ確かに浪人だったらね、テキストの量すごいですからね。すごいですね。もう東大コースの量すごいですからね。ありますね。あとはどんなのやっ、国語とかはやっぱりまあそこは過去文語が中心にあって感じ、はいはい、国は結構ありますけど、ね、おおおおお、まあ日本史、世界史学科が日本史実際、まあ一つ橋の時は過去文語が中心に勉強してたんですけど、はい、校外解説実はほぼしてないんですよ。あ、そうなんですね。校外語受験勉強けども実は直前に3時間ぐらい本読んだだけで、何の本読んだんですか？野島先生の、はいはい、参考書を、はい、被告に見て、うん、あ、これはこういうここを経験だろうなって言って、うん、あ、正しいね、こういう赤人だったなってことをインプットしてアウトプットしてっていう感じだったんで、うん、まあ好きな本ですと例えば超速シリーズ、あー、超速シリーズ、はい、はい、あの著者もう亡くなっていましたけど、あとは阿沢先生の東大のディープな日本史、はい、あー、東大のディープな日本史ありますね。面白いです、はい、まあ元東進の先生ですね、はい。あ、内緒なのね。これはちょっとあんまり大ボケ以外で、世界史は、はい、まあ、読み猛虎しても面白い、はい、寸大の東大世界史27巻目、青本、はい、はい、あ、青本とは違う、とは違いますね。あの問題集をやる、あ、問題集、問題集で、あれはもう読み物としても面白い感じ。へえ、そうなんですね、はい。じゃあいろんな分析みたいなのが書いてあるんですか？じゃあもう分析もそうですし、それに近いところも、うん、総外の背景、バックグラウンド、あ、背景がいろいろ書かれてる、いろいろ書かれてる、あれ全部やっけりゃ、まあ、校外世界史多分怖いもんないんじゃないですか。へえ、なるほど。そこまでやりきれんかったんです。うん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 、世界史、日本史、はい、あとは、まあ、もう理科は、まあ、あくは問題集超えてですからね、はい、やったやつ覚えてます？センターの、センターの、それがなんか工学科問題集はやったのと、はいはい、うん、まあ現役の時は、うん、あとはまあ可愛いのテキストですね。ああ、可愛いのテキスト、やっぱりすごいたくさん授業を取ってたんですね、たけちゃん。それは河合のコースですから。ああ、もうびっしりだった。まあそうですね、基本的にもう朝から、朝からでしたね。じゃあ授業の先生の中で印象に残ってる人は誰ですか？印象に残っているのは上原先生、日本史の、日本史、河合の、はい、チューブの先生ですよ ね、 そうですね。やっぱすごかったですか？どちらかと言いますと、すごいあのスケジュール変えてきてやってましたね。どういうことですか？じゃあカリキュラムと違うってことですか？結構前期内のウェイクが少ない、前回的に少なくなっちゃう傾向がありますけど、はい、やっぱ校外全部やってきますから、うん、もうかなりテキストより遅くなって、ああ、テキストと変えてる、違うかかが、ああ、こうちょっともう3、4年前の話だからちょっと世界史の先生が話が混じっちゃったかもしれない世界史の先生が話が混じっちゃったかもしれない世界史の先生がもしかしたらそうやって、はい、世界史の先生がものすごくすごいびっしり書いてあるもうプリントを配布しまして、はいはい、すごいびっちり授業やってくれればいいんですけど、その分授業がかなり遅くなって、あと歩行がもう何時間かやったから、歩行もあるんですね。歩行何時間かありましたね。なんて先生だ、あのメガネの先生、メガネはいっぱいそう、あのあ、かわいい世界史をご忘れしてしまいました。アガパキ先生、違うか、いや、当時か、当時か、違うか、あ、いくら先生、いくら先生、なるほど。他印象残った先生います？英語でも国語でも。英語学科がちょっと名前忘れちゃったんですけど、英語長文が500個か700個か書いてある先生で、はい、杉山先生、杉山俊一先生、そうそう、はい、杉山先生が授業かびに一部の問題を検索しますみたいな感じで、はいはいはい、それで結構ガビガシオクラッカイ資格をありましたね。おー、添削ですか？はい、添削ありました。あー、なるほど、思い出にあるわけですね、はい、人数が比較的
借りが行けるからできると思います。でもヨゼミとかもでも受けたんですよね、はい、富田先生印象に残ってます、どうですか。富田先生も受けましたね。どうでしたこれ覚えてない先生博士学校富田先生が伊勢郷先生が印象強いんで伊勢の先生え、瀬郷先生あ、瀬郷先生、はいはいはい、キャラ濃い先生ですよね、はい、英語も長文未開が講座でまず受って、はい、それから何の講座行こっかかな名古屋の方で別の講座受けたんですよ、ね、あ名古屋キャブ数学ですねから持って行って検索試験もらって僕はじゃあ考え直してみたいな感じで、うん、僕は間違ってんだろうみたいな、うん、それでやってもらってそれでまあ実力は上がったと思います。なるほど、いろんな添削をしてもらってたんですね、はい、確かにヨゼミ人が少なくなった分いろいろ添削はしてもらいやすいですからね。そうですね。これどうですか国語とか国語学校牛原先生が牛原先生の講座の場合テキストあったんですけど、はい、それがじゃあこれもう書いて私が問題しますみたいな感じで、はいはいはい、別語先生の技術学の問題変わって授業やりましたね、はい、結構ガベガシ食らいましたね。あ、そうなんですか。国語直前期でこれで大丈夫かって思って、うん、いやまあ一応やっかん検索してもらった、はい、やべえって思ってやったんですけどやっぱ本番ではそんな国語の見聞きなんか、うんうん、漆原先生古文ですか。古文も漢文もできるし漢文先生限界文もできます。できますよね。え、持ってったのは古文持ってた。あ、一応全部でしょ。あ、全部持ってって、はい、あ、現代文も見てくれてたんです。語外貢献があったんですけど、はい、現代文の問題もいいよみたいな感じで、はい、せっこで理解が、へえ、そうなんですね。まあ、せっこでもらいましたから、うん、いや、すごいいいってね、言ってたんで僕の東大英語やってた時に同心で漆原先生の取ってるっていう子がいたんで、そんなことがあったんですね。本番当日の時もいかんで挨拶しか、ね、ああそうなんですね。あ、赤門のところに。あ、そうです。赤門っていうか駒場なんで。駒場、あ、そっかそっか、いたんですね。はい、なるほど、いらっしゃって、へえ、おお、あの時のみたいな感じでした。あ、そうです。そういういろんな思い出もある。他はなんか印象残ってる人います？印象残ってる人は、まあ、山ほど授業を取ってたと思うんですけど、はい、まあ、ここは授業概要は違うんですけど日本史の中垣っていう先生がいますけど、はいはい、そこ先生がちょっと体調不良で入院したっけ、外交になったことがありました、はい、そういう国ぐらいですね。中部の先生ですか。中部先生見るからにちょっと肥満改変、改変よろしく、改変ちょっと健康大丈夫ですかっていう先生だったので、カビハガ先生に外交に学会しましたね。でもその先生は、うん、バチェ役に一橋の日本史の方はかなり研究再計画で、うん、一橋日本史解釈が結構、うん、もう詳しく教えてもらいましたね、うん、なるほど、そういう感じでいろいろと勉強してきて、どうですか。でもその受験でいっぱい勉強してきたこのまあ参考書だったり授業だったりで、はい、大学役立ちました。大学の勉強とか、あ、もうあの一橋日本史が内容が、はい、まんま大学の日本経済史の近代の内容ですから、じゃあもうそれすごい役立ってる、うん、役立ちましたね、すごく。大体僕が日本語の時に受けた一橋語、日本史じゃないんですけど、はい、世界史の問題が噂によると、はい、一橋語を国家クラスのなんか期末試験の問題を流用して受け噂されて、そんなもん受験生行かせんなかそんなことも結構じゃあ勉強が今役立ってるって感じなんですね、はい、ありますね。あとやっぱりこう受験は哲学じゃないんですけど、うん、やっぱり自分の頭で考えないといけないですよね、本当に。あ、そうですね。自分が分析してここどういうことができるのかみたいな感じで、うん、どういう戦略を練るのか、うん、まあ、これ参考書から少し剥がれるんですけど、やっぱり応募の戦略はあるんじゃないですか、うん、応募の戦略はやっぱり多くの人に当てはまるかが応募なんですよ、うん、だからほとんどの人は応募の合議やればいい、うん、だけどたまにやまれに応募にはちょっと向かない人がいる。なるほど。でもそういう人は無理に応募に合わせるんじゃなくて、うん、じゃあ自分に合ったルークは何なのかっていう戦略は何なのかっていうのを考えて、自分に合った戦略を自分の国勢をちゃんと見て、それでまあ確率は低くなっちゃう試験をじゃあ勝ち筋を見つける、うん、わー、いいんじゃないですか。これじゃあ受験生に向けてのメッセージということで、はい、僕の場合はまあちょっと英語は苦手だったので、うん、英語でやっぱり勝ち筋を作る方が普通じゃないですか、うんうん、はいはい、でも英語で勝ち筋を作る方はちょっと難しいってなった時、うんうん、じゃあ僕はどうするか、数学日本史を軸に勝ち筋を作るって、うん、やっぱりこうすると確率はもう英語でビハインド背負ってる分、うん、どうしても確率は下がっちゃうんですよ、うんうん、でももう極計確率から計確率まで上がる、それが戦略なんですよ。じゃあ皆さんにもそういうね、はい、王道に合わなかった場合は道を見つけてってことですね。はい、ただまあ多くの人は王道合議やればいいと思うんで、うん、そこ間違える人は
まあ落ちますよなるほど、まあ、まずはね、そう武田塾のルートでもこう乗ってってってことですね。そうそうそう、いきなり全然違う道から行くよりも、ね、それで激ぐやつは合うやつも激ぐやつもごく引っこ握りですから。そうそうですね、はい、これは良かったじゃないですか。アドバイスをですね、参考にして受験頑張ってもらえればいいんじゃないかと思いますんで、はい、今回は武田においていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、OK です。